カーオブトゥムローは、米国のストックカーレースであるナスカー。スプリントカップシリーズにおいて、2007年シーズンから、使用されているレース用の車の総称。英語圏のメディアでは、コットと略される場合が多い。以下本記事でもコットの略称を使用する。ネクステルカップにおいて、レース内容の高度化に伴いレース用の車の、開発、製作費が高騰する傾向が見られるようになった、ことから、 主催者側がコスト抑制を主な目的として導入した。また2001年にデイル・アーンハートがデートな500中の事故で亡くなったことを教訓に安全性も従来の車よりも大幅に強化されている。コットではすべての車は同一のテンプレートに従い製作されなければならない。またマシンの耐久性を向上させており主催者側では 2007年シーズンにおいて13チームが3レース以上同じ車をレースに使用していることを明らかにするなどマシンのリビルド回数が減ることで大きなコスト削減が図れるとしている従来の車との変更点としてはなどが挙げられる2007年は導入初年度ということでシリーズ全36戦のうち16戦でコットが使用された当初は 段階的に移行を進め、2009年シーズンよりコットに全面的に切り替えを行う予定だったが、移行期間中は従来型のマシンとコットの2種類の車を用意しなければならないなど、チーム側の負担が予想以上に大きいこと、また2007年シーズン前半でコットに大きなトラブルが出ていなかったことから、主催者は予定を前倒しし、2008年シーズンよりコットに 完全移行を行った。ネーションワイドシリーズに関しては2009年シーズンまで旧バージョンのマシンを使用していたが、2010年からコットへの移行が始まった。2010年の第6戦、マーティンズビルよりらしくないと言われ続け不評だったリアウィングが従来型のような時付けスポイラーへ変更された。後に、ブライアン・フランスは、全マイナス5は失敗だったと述べた。 2013年、ナスカーは、スプリントカップにて、カーオブトゥモローの発展型、ジェネレーションマイナス6オードを入手した。この新型車両は、それまでのコットに比べて、ベース車両により近い外観を持ち、2006年までの車両に相当するメカニカルグリップを得る方針で開発された。これに伴い、トヨタはカムリを継続して使用するが、シボレとフォードがベース車両を変更している。 シボレーはインパラからシボレー SS にフォードはフュージョンを2006年型から2012年型に変更した。ダッチもチャージャーの新仕様を発表していたが長年ダッチを使用してきたペンスキーレーシングがフォードに移行したことで供給チームがなくなり2012年限りでナスカーから撤退した。ジェン6ではダウンホースが増加したほか車体も軽量化している。 エンジンフードとトラックリッドをカーボンファイバーとし、その重量は前後より150ポンド削減された。ジェネレーションマイナス6は2010年5月から開発テストが行われ、2013年のデートナ500でデビューした。しかしフェニックスインターナショナルレースウェイでの第2戦の後以前よりオーバーテイクができなくなったという胸の論争が発生。 デニー・ハムリンの批判に対し2万5000ドルの罰金が課されたことで論争は加熱した。全6は2013年シーズン中15のサーキットでトラックレコードを更新した。 abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.nifty-kai-gai.com スラッシュ2007スラッシュ05スラッシュ nascar2008co dbc html ありがとうございます。